こんにちは。皆さん、今日は少し変わった話題をお届けします。皆さんは生前葬という言葉を聞いたことがありますか？そう、まだ存命中の人が自分の葬儀を行うという一風変わった儀式です。実は先日、あの石田純一さんが妻の東織子さんと共に自身の生前葬を行ったのです。一体どんな葬儀だったのでしょうか？そしてその裏には二人の夫婦の深い絆が隠されていました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。タレントの石田純一さん、プロゴルファーでタレントの東織子さん夫妻が28日東京都内で葬儀などの就活産業に関する日本最大の専門店、第10回エンディング産業展で生前葬イベントを開催しました。素足&革靴のスタイルで知られる夫を横に、東織子さんは棺に入れるものについて靴下、花の代わりにドンと入れてとユーモラスに答えて笑わせつつ、夫婦円満ぶりを見せていました。自身が主催し、知人や友人に感謝を伝える生前葬。生前葬というのは、送られる立場の人がまだ生きているうちに自分自身で開くお葬式のことです。仕事など社会的活動に区切りをつけたり、お世話になった人や親しかった人たちに元気なうちに感謝やお別れを伝えたり、社会的関係に区切りをつける場合に行う人が多いようです。これまでにも赤塚不二夫さんやアントニオ猪木さん、小倉圭さん、カンニング竹山さん、桑田佳祐さん、テリー伊藤さん、ビートたけしさん、スマップなど多くの著名人が生前葬を行っています。生前葬を行ったからといって本人の死後に家族がやることがなくなったわけではありません。本人が亡くなった後は火葬が必要になり、遺体の安置から骨上げまで遺族が行います。このイベントで石田純一さんはタキシード姿で棺に自ら収まって登場し、白い花が彩られた会場には遺影のほか、東織子さんとの結婚写真や息子で俳優石田一生との写真などが飾られていました。昭和芸能、石田純一さんは棺桶に入ったのは初めてと苦笑しつつ、エンディングを予測することはできないが、皆さんと共にわずかながらでも楽しい思い出を作りたいと今後の就活に思いを込め述べていました。東織子さんは夫へ弔辞を読み、都知事選出馬やコロナ感染など数々の騒動を踏まえて、いつも私たちに迷惑をかけ手こずらせてばかりでした。私にとって石田純一は普通の夫婦ではなく、生涯反面教師と恨み節を交えつつも、彼の愛と教えは私の心の中に永遠に生き続けるでしょうと感謝を口にしていました。葬儀の予習を終えた石田純一さんは、長男の利太郎くん、長女、次女を思いながら、本番の時期について、あと14年は、一番下が20歳ぐらい、子供たちをもうちょっと見ていたいとも述べています。自身の人生を振り返り、面白い人生だなと思う。お金だけはそんなに縁がなかったが、そこが嫌われない理由なのかなと笑っていました。取材陣から妻への感謝をリクエストされると、いつもありがとう、子供たちから見てもいつもリスペクトできる女性と目を細め、東織子さんは70歳になっても子供と全力で遊ぶんですと嬉しそうに明かしていました。このイベントは第10回エンディング産業展のイベントの一環だったようです。弔辞では先ほどの皮肉を交えつつも、70歳になっても全力で子供と遊び、一星くんやすみれちゃんにも愛された、彼の愛と教えは私たちの中に永遠に生き続ける、ありがとう、そしてさようならと締めくくっていたのが印象的でした。石田純一さんは、私の生前葬にお越しいただきましてありがとうございます。棺桶に入ったのは初めてです。生前葬というのは自分も参加できるメリットがある。突然亡くなる、なんとなく消えていってしまうより、ある程度元気なうちにお会いできて、いろいろなお礼や思い出を語り合うことができるのが生前葬の良さ。人間、確実に死に向かっている、いろいろな意味での就活をすることによって、
お世話になった方へのご挨拶、お礼、子供たち、親戚、次世代の若い人にもいろいろなことを続けていけたらいいなと思います、と感想を述べています。そして、いろいろご迷惑をかけてきたかもしれませんが、最後に、後にあまり負担にならないように、言葉や公正証書とか遺言状とかを残していけたら、なるべくフラットに、揉めずに行くように、そういう利点もある。死というのは、今まで生きてきたようにしか死ねない、大きなチャレンジだと思う。しばらくの間、皆さんとわずかながらでも、楽しい時間やいい思い出を作れたらいいなと思う、と実務的な利点も語っていました。大学時代の友人はビデオレターで、石田純一さんのことを、莉子ちゃんが大好きで、他の女性も大好きで、と、歴代の彼女と3人でデートしたことをばらされていました。昭和芸能。そして、生前葬といえばスティーブ・ジョブズでしょう。2011年に56歳で亡くなった。アップル創業者が2005年のスタンフォード大卒業式で送った、ハングリーであれ、愚かであれという言葉を引用。この言葉が日本で一番似合うのは石田純一だと思う、と締めくくっています。生前葬終了後、莉子夫人はツーショットで会見。トレードマークの素足のままで棺桶に入った石田純一さんは、誰しも経験がないと思うけど、何とも言えない、と語りました。自分の人生を振り返って、先ほども触れた通り、面白い人生だなと思う。お金だけには、そんなに縁がなかったから、そこが嫌われなかった。ギリギリで頑張ってヒリヒリ、そこが楽しい、とも述べていました。莉子夫人は、本当の葬式では棺桶に靴下を入れる。ゴルフの時とかに忘れて、しょっちゅう買ってくるからたくさんある。花の代わりに靴下に囲まれるのはどうかしら、と笑っていました。石田純一さんは、セーターも、と同じくトレードマークとなった肩掛けスタイルのアイテムを要求しています。莉子夫人は、それは小石田純一さんに、と、石田純一さんのそっくりさん芸人に託したそうです。石田純一さんは、現在の日常を仕事にして、夜は経営する、船橋の焼肉屋に駆けつける、家に帰るのは、午前1時。でも、まだまだやらなくちゃいけない。下の子が20歳になるまで、あと14年は生きて頑張りたい、と改めて決意を語りました。莉子夫人は、キャッチボールをして、6歳の子に真剣にバッティングを教えている。11歳の長男利太郎くんが少年野球の全国大会で3位に輝いたばかり。石田純一さんは、いい仲間に恵まれて、みんなでやっているのが素晴らしいと笑顔を見せていました。俳優業は引退状態の石田純一さんですが、自分は作る方に回っている。映画をやりたいと述べています。そして、お墓は石田家の墓に入ることになる。今、生きているようにしか死ねない。十分生きたことを示すのが死だと思う、と話しました。そんな夫妻にも離婚危機はありました。2024年2月2日放送の、中居正広の金曜日のスマイルたちへ。で、東尾莉子さんはこう述べました。誰が言ってんのって、どの口が言ってんのって、私のセリフ取られたのかなって思いました。番組では、夫に一番ムカついた瞬間、として、東尾莉子さんの夫婦喧嘩のエピソードを披露しました。石田純一さんとの喧嘩が再現 VTR で紹介されたのですが、石田純一さんが言い放った暴言に衝撃が広がっていました。ある日、長男利太郎くんを探していた石田純一さんに、今日は野球の試合に行ってますよ、と教えてあげた東尾莉子さん。すると石田純一さんは、そうなんだ、だったら教えてよ、今日見に行けたのに、と、上から目線で一言。東尾莉子さんが、野球の連絡 LINE に来てたでしょ、と聞くと、あれ、来てたっけ、と子供のスケジュールを把握していない様子だったと言います。東尾莉子さんが、同じ連絡、パパも見れるんだから、いい加減自分で把握してよ、私はあなたのマネージャーじゃないんだよ、と苦言を呈すると、石田純一さんはこう言い放ったというのです。お前、いちいちうるさいな、だから30半ばまで結婚できなかったんだよ、お前俺じゃないと、
とっくに離婚されてるぞ。東織子さんは先ほどのコメントに続けて、この人本当にそう思ってるんだ、すごい幸せな人なんだなって思いました、と VTR 内で振り返っていました。この VTR が流れると、スタジオは騒然となっていました。共演した陣内智則さんは、不倫は文化だ、を塗り替えましたよ、と驚き。荻弘明さんも、これはちょっと、やばいやつじゃん、と引き気味にコメントしていました。東織子さんによれば、この夫婦喧嘩は2023年の出来事だと言います。しかし石田純一さんといえば、妻に頭が上がらないほど世間を騒がせていたはずなのですが、ついつい感情に任せていってしまったのでしょうか。くれぐれも発言には気をつけたいものです。いかがだったでしょうか。今回は石田純一さんの近況を見てきました。現在は冒頭の様子から妻の東織子さんとは仲睦まじい関係性のようですが、一時期は生活が安定せず精神的にも不安定だったようです。現在は家族のために奮闘しているようですが、口は災いのもとで後悔することが起きなければと願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。